はいどうもこんにちは。関西ユニーク神社巡り第1弾、トロッコ嵐山駅の近くにある日本で唯一の髪の毛に関する神社、三上神社を訪ねました。日本で唯一の髪の毛にまつわる神社ということでね、これネタなのかなと思ったら本当に由緒正しき髪の毛にまつわる神社でありまして、中にはね髪塚なんてものもありまして、ここで剣髪、髪の毛を奉納したりできるということですね。髪の毛を奉納するんですけど、まあ髪の毛がない人はここで絵馬を書いてお願いしたりとかね、あと髪の毛がない人だけのお願いじゃなくてスタイリストを目指してるとかね、美容師さんだとかそういった方のね、お参りされる方も多いみたいですね。今のところ私はふさふさですけども、一応お参りしておきました。